組織急性死性リンパ節炎とは、リンパ節の主張、疼痛を伴う、良性疾患。ア急性死性リンパ節炎、また報告者の菊池正宏にちなみ菊池病とも呼ばれる。原因は未まだ不明である。エプスタインバーウイルス、ヒューマンヘルペスウイルス6、ヒューマンヘルペスウイルス8、人免疫不全ウイルス、パルボウイルス B19、ユシニアエンテロコリチカ、 トキソプラズマなどが関連するとする報告がある。菊池病で特異的な病原体が検出されるわけではない。東洋人に多く、白人や黒人には極めてまれ、40歳未満に多く発症し、やや女性に多く見られる。返答主題を伴う、風邪症候群のような症状で始まり、摂氏38度程度の発熱、自発痛、または圧痛を伴う、リンパ節主張。 白血玉数現象を主要兆候とする。リンパ節主張は五系部に多いが、稀に両側性系部や他の部位も見られる。倦怠感、関節痛、皮脂なども見られる。伝染性単核球症、全身性エルテマ等です。結核性リンパ節炎、悪性リンパ腫が、間別診断に挙げられる。本疾患は自然治癒する疾患であるが、 場合によっては治癒までに数ヶ月かかることもある。根本的な治療法は乏しく、基本的に対症療法しかないが、症状が重篤な場合は、副腎皮質ステロイドが有効である。再発を数パーセントに認める。ありがとうございます。